6月7日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。金沢1レース。予想上位はマナフリューゲル。目標タイムは1分 33.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢2レース。予想上位はウニタ。目標タイムは0分 51.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢3レース。予想上位はプロトカルチャー。目標タイムは1分 31.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢4レース。予想上位は証券ブラック。目標タイムは1分 33.6 秒です。荒れる要素はほぼなさそうです。金沢5レース。予想上位はノーベジタブル。目標タイムは1分 34.0 秒です。荒れにくいレースになりそうです。金沢6レース。予想上位はパワポケプリメール。目標タイムは1分 38.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。金沢7レース。予想上位はサンエステランス。目標タイムは1分 38.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢8レース。予想上位はフランコニア。目標タイムは1分 31.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢9レース。予想上位はプレストマーベル。目標タイムは1分 29.7 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。金沢10レース。予想上位はエムティアンジェ。目標タイムは1分 27.7 秒です。荒れにくいレースになりそうです。金沢11レース。予想上位はデルマスソバライ。目標タイムは1分 37.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。金沢12レース。予想上位はエイシングレア。目標タイムは1分 36.9 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。高知1レース。予想上位はフラッフィソング。目標タイムは1分 32.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知2レース。予想上位はモズライフセーバー。目標タイムは1分 32.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高知3レース。予想上位はオルダージュ。目標タイムは1分 32.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知4レース。予想上位はナムラヘラクレス。目標タイムは1分 33.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。高知5レース。予想上位はルールザウィングス。目標タイムは1分 24.7 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。高知6レース。予想上位はボルネオ。目標タイムは1分 25.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。高知7レース。予想上位は名将ギガース。目標タイムは1分 25.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知8レース。予想上位はカプティフ。目標タイムは1分 24.7 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。高知9レース。予想上位はローズプリーズダム。目標タイムは1分 24.1 秒です。荒れにくいレースになりそうです。高知10レース。予想上位はネバートマッチ。目標タイムは1分 25.2 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高知11レース。予想上位はレディオガガ。目標タイムは1分 24.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。高知12レース。予想上位はサンレイファイト。目標タイムは1分 32.3 秒です。
超荒れそうな予感がします。佐賀一レース、予想上位は名称に多忙。目標タイムは1分 31.8 秒です。荒れにくいレースになりそうです。佐賀2レース、予想上位はエイシンヘマタイト。目標タイムは1分 33.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀3レース、予想上位はフレッシュの上。目標タイムは1分 28.9 秒です。硬いレースになりそうです。佐賀4レース、予想上位は竹の栄光。目標タイムは1分 31.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀5レース、予想上位は北サンドライバー。目標タイムは1分 56.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。佐賀6レース、予想上位はキャストロペトラ。目標タイムは1分 25.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀7レース、予想上位はエクササイズ。目標タイムは1分 25.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀8レース、予想上位は章勇氏。目標タイムは1分 24.0 秒です。荒れにくいレースになりそうです。佐賀9レース、予想上位はアクセルオーソ。目標タイムは1分 30.8 秒です。荒れにくいレースになりそうです。佐賀10レース、予想上位はワンダーセイレーン。目標タイムは1分 31.6 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。佐賀11レース、予想上位はサンマルセレッソ。目標タイムは0分 57.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀12レース、予想上位はフェイスクラ。目標タイムは0分 57.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。バンエイ第1レース、予想上位はレッドシンデレラ。荒れる確率は 58% です。バンエイは AI の完成度が低いので注意。バンエイ第2レース、マリナ結婚おめでとう。予想上位はマルホンカリン。荒れる確率は 73% です。バンエイ第3レース、猫吹き煙誕生日記念杯なの。予想上位は北西キング。荒れる確率は 75% です。バンエイ第4レース、愛妻あやちゃん誕生日記念。予想上位は岩木ゴンゾー。荒れる確率は 71% です。バンエイ第5レース、風渡る誕生日おめでとう記念。予想上位はアリコ。荒れる確率は 56% です。バンエイ第6レース、第2回牧友秀来場記念。予想上位はセイコープリンセス。荒れる確率は 62% です。バンエイ第7レース、地区カッチン50歳生誕記念。予想上位はスタージャガー。荒れる確率は 67% です。バンエイ第8レース、和茶昇格おめでとう記念。予想上位は花水木。荒れる確率は 53% です。バンエイ第9レース、バーチャルサラブレッド記念。予想上位はビッグボス。荒れる確率は 61% です。バンエイ第10レース、第20回馬の尻尾研究室杯。予想上位はショータイム。荒れる確率は 73% です。バンエイ第11レース、菊月特別。予想上位はジェイホース。荒れる確率は 72% です。バンエイ第12レース、ディオンゴ。予想上位は春子町。荒れる確率は 57% です。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、
ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。ガリドゥス、ピエールサンデー、カガーキュート、タワポケプリメーロ、ポーラライツ、スワーグジョーダン、カトリーヌエニュー、アルマケルグ、帝国、エイシンギアップ、ブルーアーカイブ、ジェネロジテ、トミケンプラセール、サノラキ、レオテソーロ、スターライトキス、サーグルミラージュ、ブラウナイル、ハルノフェスタ、アンミノレモン、オルダージュ、ロードレアル、フォーカスポーカス、ブロードイメル、ガレージドライブ、アウタースペース、カンノンソラーレ、ナミブ、アイソーザスター、エールブラーブ、エイシンクエーサー、マカベウス、レディオガガ、イーグルフェザー、ヒロシゲダイヤ、ビービーベジェサ、リコーパイソン、フラワーカントリー、マイネルケイローン、エイシンアイビー、アドーシール、トレベルオール、スマートシエル、キャストロペトラ、ジーショッカー、ルクスクロワール、グランクロワ、アクセルオーソ、スパーキングブルー、サンダーボール、フェイスクラ、シャインルビー、スカーレットリボン、ピエナファリア、ギルデッドフレーム、ビッグゲート、ミラコロアショーマー、マイティキッチョー、エイトマイル、ブラックパンサー、雪化粧、レディグレイ、デルマスソバライ、ラテントパワーズ、JK ヒロイン、ドライカプチーノ、ハットグッドゲット、ナムラヘラクレス、ハッピープリベイル、バトルオサンナ、サノのヒーロー、チャーチャンテン、白神ジャベリン、名将ギガース、モズマ族、カプティフ、プロト様に、シンプリーザベスト、会いたい、シャフトオブライト、火の玉ボーイ、ウィーン・オリ・ハルコン、名称に多忙、オメガ・ローズ・ヒル、プリムス・フィーリア、ラグ・イズ・ハート、パラ・チェーン、ターン・ザ・コーナー、エイシン・テラ、デルマ・サラ・マンダー、ウィーン・カルディア、ワイド・ジャイ・キリー、クラウン・チャンス、イグレック、ダノン・カオス、ジョー・ブリッダンテ、フェリマール、タワポケゴーオ、サルフとキッチ、マリのボリー、名称コワロ、ホットチョコ、ディオスシチー、マルス、アディクテッドラン、メトリカルセオリー、ネモフィラ、ビナプリンセス、グラシアーノ、ツバイシテルネ、メンヒ、インディナート、ルールザウィングス、テイルウィンド、レープハフト、デュアルレインボー、ラトラパンテ、マナフリューゲル、アポロセイラン、オーバの奇跡、ルリフラワー、リードザウィニング、デルソリーゾ、ヒロの誉れ星、パステルデナタ、マイベリテ、デリーアーリー、ジュンシリアス、マヒート、ソリストサンダー、ノブのキャット、ヒミノイチシロ、ネルガル、スターライトテール、パノラミック、ウィンダークローズ、フィズアップ、モノノフピンク、ダンケシェーン、貴族、ヤマニンフェリクス、スピードソルジャー、ローズプリンスダム、ショートストップ、チリセラーノ、チャオベッダ、サバンナモンキー、フィールドモーリス、ミッションデール、SKO 館、パドマーワト、ステースソニック、ジロローザ、エイシンヘマタイト、フレッシュの上、スーパームーン、スモークウォーター、テイエムフォンテ、キトウイン、ビュラグリーン、ハナハナグスト、オリフラム、アルティマソウル、レッドイットゴー、イシタルゲート、パームブランチ、ランブルフィッシュ、
エンジェルステアー、GT33、レーザービーム、渚のチェコ、シュマンドロは、一性能で、ホープインザダーク、プレミアヒロイン、歌詞のエタンセル、ノーベジタブル、ユーのチャチャ、ハチキン娘、プティキャドの登り桜、アペーゴ、ネイバーアイランド、プレストマーペル、サナのビスケッツ、ピーザラキエスト、ハッピオイ、カレンダファータ、ミユキパーフェクト、ユーノサナ、モーモークリーム、メネギ、モルフェアセーラ、サウナストーン、キタケープ、スターティアラ、ナストロー、エイシンヌーシテツ、JK ミリミリ、キングオブハーバー、エレボアブランシュ、ハルノサムソン、ロンドージャンブ、マクロー、アグルーメ、タケノエイコー、ナイトアルニラム、エクササイズ、ゴルトツイゲル、ワンダーセイレーン、ラインシュトラール、ひまわり王女、スイートイレブン、アンディジェン。金沢第一レース、各馬、揃って、スタートを切りました。先頭を走るは3番マナフリューゲル、その後ろには9番キラアルジュ、7番サフィアマーゴか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番マナフリューゲル、その後には9番キラアルジュと7番サフィアマーゴが続きます。9番キラアルジュが先頭に立つか、先頭か、9番キラアルジュがゴールイン、続くは3番、7番、8番か。金沢第2レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。5番ウニタが前に行きます。5番ウニタの背後には4番青葉の奇跡、8番ピアステートか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ウニタ、その後には4番青葉の奇跡と2番ピエナファリアが続きます。2番ピエナファリアが後ろから追ってくる、先頭か。2番ピエナファリアがゴールイン。続くは5番、4番、7番か。金沢第3レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは7番プロトカルチャーが好スタートを切った。その後ろには8番マルス、3番エコログレイトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番プロトカルチャー、その後には8番マルスと1番ウィンドアカネールが続きます。8番マルスが後ろから追ってくる、追い抜くか。8番マルスが1着見事。続くは1番、7番、9番か。金沢第4レース、各馬、揃って、スタートを切りました。まずは1番フークイーランが好スタートを切った。1番フークイーランの背後には5番オーテンルビー、2番ショーケンブラックか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番フークイーラン、その後には2番ショーケンブラックと5番オーテンルビーが続きます。1番フークイーランそのまま独走か、独走か。1番フークイーランがゴールイン。続くは4番、2番、3番。金沢第5レース、各馬、揃って、スタートを切りました。まずは4番ノーベジタブルが先頭に立ちます。並ぶように7番ビッグゲート、6番ベルソリーゾか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ノーベジタブル。その後には7番ビッグゲートと5番カガキュートが続きます。4番ノーベジタブルそのまま独走か、逃げ切れるか。4番ノーベジタブルが1着見事。続くは5番、3番、7番か。金沢第6レース、各馬、揃って、スタートを切りました。3番パワポケプリメーロが前に行きます。その後ろには2番ランニングクラウド、4番イエローストーンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番パワポケプリメーロ、その後には2番ランニングクラウドと8番ヒロのホマレ星が続きます。7番レッドレジェーラが後ろから追ってくる、先頭か。7番レッドレジェーラがゴールイン。続くは3番、6番、8番か。金沢第7レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。6番シュプールが前に行きます。その後ろには7番サンエステランス、1番マイベリテか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番シュプール、その後には7番サンエステランスと3番ベリーアリーが続きます。5番ジュンシリアスが追い上げてくる、追い抜くか。5番ジュンシリアスがゴールイン。続くは6番、7番、3番か。
金沢第8レース枠入り完了しました。スタートを切りました。8番スイートイレブンが早速先頭を取る。後を追うのは2番ミラコロアショーマ、3番フランコニアカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番フランコニア、その後には8番スイートイレブンと2番ミラコロアショーマが続きます。3番フランコニアそのまま独走か。3番フランコニアが1着見事。続くは2番、9番、5番か。金沢第9レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは2番竜のチャチャが好スタートを切った。並ぶように10番ラブワンダ、9番プレストマーベルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番プレストマーベル。その後には5番マヒートと2番竜のチャチャが続きます。9番プレストマーベルそのまま独走か。9番プレストマーベルがゴールイン。続くは10番、5番、7番か。金沢第10レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。2番エムティアンジェが早速先頭を取る。並ぶように5番ジョーパイロライト、7番エイシンギアップか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番エムティアンジェ。その後には1番エイシンヌシペツと3番ソリストサンダーが続きます。2番エムティアンジェそのまま独走か。2番エムティアンジェが1着見事。続くは7番、1番、4番か。金沢第11レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。1番雪化粧が前に行きます。その後ろには5番竜のステルス、7番ノブのキャットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番雪化粧。その後には5番竜のステルスと3番レディグレイが続きます。9番デルマスソバライが先頭に立つか。先頭か。9番デルマスソバライがゴールイン。続くは3番、7番、4番か。金沢第12レース、各馬、揃って。スタートが切られました。1番ラテントパワーズが前に行きます。1番ラテントパワーズの背後には9番ドライカプチーノ、5番 JK ヒロインか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ジェネロジテ、その後には9番ドライカプチーノと5番 JK ヒロインが続きます。4番ヒミの1白が追い上げてくる、先頭か。4番ヒミの1白がゴールイン。続くは2番、6番、8番。高知第1レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。9番フラ・フィソングが早速先頭を取る。その後ろには6番インディナーと8番スターライトキスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番フラ・フィソング。その後には3番ツバイシュテルネと4番一斉の出が続きます。3番ツバイシュテルネが後ろから追ってくる。先頭か。3番ツバイシュテルネが1着見事。続くは4番、9番、2番か。高知第2レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。7番モズライフセーバーが前に行きます。後を追うのは10番スターライトテール、1番キングオブハーバーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番モズライフセーバー。その後には3番サーブルミラージュと10番スターライトテールが続きます。7番モズライフセーバーそのまま逃げ切れるか。7番モズライフセーバーが1着見事。続くは3番、9番。高知第3レース、各馬、揃って。スタートを切りました。4番ウォルダージュが早速先頭を取る。2番手は9番レブロン、6番イーベンホルツか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ウォルダージュ。その後には9番レブロンと3番アルベロが続きます。4番ウォルダージュそのまま逃げ切れるか。4番ウォルダージュが1着見事。続くは5番、3番、9番か。高知第4レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは9番シュクメルリ。後を追うのは11番ナムラヘラクレス、1番サノのビスケッツか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番シュクメルリ。その後には11番ナムラヘラクレスと5番ユナイテッドハーツが続きます。5番ユナイテッドハーツが後ろから追ってくる。先頭か。5番ユナイテッドハーツが1着見事。続くは11番、9番、2番。高知第5レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは3番ナニッピオニ。2番手は4番ハチキン娘、9番モノノフピンクか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ナニッピオニ。その後には5番ルールザウィングスと2番キングレガリアが続きます。
5番ルールザウィングスが先頭に立つか、先頭か。5番ルールザウィングスがゴールイン。続くは3番、8番、2番か。高知第6レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは10番チャーチャンテンが先頭に立ちます。2番手は5番サノのヒーロー、9番ダンケシェーンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番チャーチャンテン。その後には2番モルネオと6番リアルシングが続きます。6番リアルシングが先頭に立つか、追い抜くか。6番リアルシングがゴールイン。続くは2番、9番、7番か。高知第7レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。9番名将ギガースが早速先頭を取る。並ぶように2番リトルパイングと3番ハッキョイか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番名将ギガース。その後には3番ハッキョイと1番ワファンが続きます。1番ワファンが先頭に立つか、追い抜くか。1番ワファンが1着見事。続くは9番、4番、2番か。高知第8レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは9番プロト様2が好スタートを切った。後を追うのは3番金子目朝日、2番カクティフか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番カクティフ。その後には9番プロト様2と1番モズマ族が続きます。2番カクティフそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。2番カクティフが1着見事。続くは3番、6番、4番か。高知第9レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは1番シンプリーザベストが先頭に立ちます。後を追うのは4番アイソーザスター、6番ミッドナイトミニーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ローズプリンスダム。その後には3番スピードソルジャーと4番アイソーザスターが続きます。4番アイソーザスターが先頭に立つか、追い抜くか。4番アイソーザスターが1着見事。続くは8番、3番。高知第10レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。2番コーエイバクシンが前に行きます。並ぶように1番チリセラーの7番バイタリティか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番コーエイバクシン。その後には7番バイタリティと4番ネバートマッチが続きます。2番コーエイバクシンそのまま独走か。独走か。2番コーエイバクシンが1着見事。続くは4番、6番、7番か。高知第11レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは3番レディオガガが先頭に立ちます。3番レディオガガの背後には1番バイカル、11番ロードアスタリスクか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番レディオガガ。その後には1番バイカルと11番ロードアスタリスクが続きます。3番レディオガガそのまま独走か。独走か。3番レディオガガがゴールイン。続くは2番、12番、1番か。高知第12レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは8番カレン・ラファータが先頭に立ちます。2番手は12番日の玉ボーイ、11番リコーパイソンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番日の玉ボーイ。その後には8番カレン・ラファータと11番リコーパイソンが続きます。9番サンレイファイトが追い上げてくる、追い抜くか。9番サンレイファイトがゴールイン。続くは2番、12番。佐賀第1レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。2番パッションフラワーが前に行きます。並ぶように8番名将にタゴ、9番スペースソニックか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番名将にタゴ、その後には9番スペースソニックと5番フラワーカントリーが続きます。8番名将に多忙そのまま独走か、逃げ切れるか。8番名将に多忙が1着見事。続くは9番、3番、10番か。佐賀第2レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは1番この花咲くや姫が好スタートを切った。並ぶように8番のオムハーン、12番ムーンスターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番エイシンヘマタイと、その後には8番のオンハーンと12番ムーンスターが続きます。11番エイシンヘマタイとそのまま逃げ切れるか、独走か。11番エイシンヘマタイとが1着見事。続くは1番、10。佐賀第3レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。1番フレッシュの上が前に行きます。
並ぶように3番パイウルフ、5番メネギカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番フレッシュの上、その後には3番パイウルフと2番リュウのサナが続きます。4番ももうクリームが後ろから追ってくる、先頭か。4番ももうクリームがゴールイン。続くは1番、3番、2番か。佐賀第4レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは2番スーパームーンが好スタートを切った。後を追うのは7番竹野恵子、3番アグルメか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番竹野恵子、その後には2番スーパームーンと3番アグルメが続きます。4番モルフェアセーラが追い上げてくる、先頭か。4番モルフェアセーラがゴールイン。続くは7番、2番、6番か。佐賀第5レース、各馬、揃って。スタートが切られました。3番コスモインシストが早速先頭を取る。後を追うのは5番トレベルオウ、8番ユラグリインか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番テイエムフォンテ、その後には8番ニュラグリーンと5番トレベルオールが続きます。6番北サンドライバーが追い上げてくる、先頭か。6番北サンドライバーがゴールイン。続くは8番、4番、7番か。佐賀第6レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは5番スマートシエルが好スタートを切った。2番手は3番ナイトアルニラム、7番霧島ラッキーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ナイトアルニラム、その後には7番霧島ラッキーと9番キャストロペトラが続きます。9番キャストロペトラが後ろから追ってくる、先頭か。9番キャストロペトラが1着見事。続くは10番、2番、4番か。佐賀第7レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは7番エクササイズが先頭に立ちます。2番手は8番ワイドジャイキリ、10番クラウンチャンスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番エクササイズ、その後には4番ウィンカルディアと8番ワイドジャイキリが続きます。7番エクササイズそのまま逃げ切れるか、独走か。7番エクササイズが1着見事。続くは4番、9番、3番か。佐賀第8レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは1番マルティマソウルが先頭に立ちます。1番マルティマソウルの背後には6番ペイシャケイティ、8番サンヨースマイルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ショウユウシ、その後には6番ペイシャケイティと2番シャープレシオが続きます。3番ショウユウシそのまま独走か、逃げ切れるか。3番ショウユウシがゴールイン。続くは5番、2番、6番か。佐賀第9レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。8番鈴鹿サウスソングが早速先頭を取る。8番鈴鹿サウスソングの背後には5番デュアルレインボー、2番ダノンカオスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番アクセルオーソ、その後には5番デュアルレインボーと2番ダノンカオスが続きます。7番アクセルオーソそのまま逃げ切れるか、独走か。7番アクセルオーソが1着見事。続くは3番。佐賀第10レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。2番ワンダーセイレーンが早速先頭を取る。その後ろには5番エイシンポップ、9番ランブルフィッシュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ワンダーセイレーン。その後には9番ランブルフィッシュと10番フィールアライブが続きます。2番ワンダーセイレーンそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。2番ワンダーセイレーンがゴールイン。続くは9番、4番、3番か。佐賀第11レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。9番ラインシュトラールが早速先頭を取る。並ぶように6番サンマルセレッソ、4番ラトラパンテか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番サンマルセレッソ、その後には9番ラインシュトラールと4番ラトラパンテが続きます。7番スパーキングブルーが後ろから追ってくる、先頭か。7番スパーキングブルーが1着見事。続くは6番、1番、5番。佐賀第12レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは5番名称ポアロ。並ぶように3番マリノボリ、9番フェイスクラカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番名称ポアロ。その後には9番フェイスクラと6番サンマルオーリアが続きます。9番フェイスクラが追い上げてくる、先頭か。9番フェイスクラがゴールイン。続くは5番、11番、2番か。